こんなキャラ。なるほど。そういえばニードモのスーパーサブ、スーパーサブ、まあ、はい、スーパーサブキャラクターですよね、こいつは。ただね、なんて言うんだろうな、単刀直入に楽って言えるほどのカードではないと僕は思ってます。まあ、そうですね、一時期言われてた下り火とかセフィロスとかみたいにそんなにがっつり有利ってほどではなく、ね、はいはい、言うて間合いは一緒なんですよね。そうですね、うん、お互いやり動きたい距離感は一緒で、そうそう、まあ、ただその着地狩り復帰阻止性能、あとはこの、まあ、クーエヌとかで2体同時に殴ってでもコンボにしやすいとか、うん、まあ、そういうあたりが結構評価されてやりやすいと言われてるところですね。まあ、ゲッチ側が一番食っていけるとしたら分断の能力と復帰阻止で7を倒しきる能力あたりですか。はい、そうですね、まあ、このクーエナウェビーあたりで分断したときに、まあ、クーゴとか DA とかあとはスタスマとかですかね、まあ、スタスマ横スマとかで相方を外に飛ばして、はい、阻止をしたいという感じですかね。まあ、アイクラ側が食えるのはやっぱりこのあたりですよね。はい、ワンタンカーの火力とこの空中攻撃でしっかり倒しきれるゲッチの火力のあたりですか ね、はい、すね。おお、横今日お珍しいですね、この相方より本体が飛ぶっていう光景は。はいはい、しかもこれシェフあれか、助けに行けないですね。そうですね、なんか崖話とかに当たって妨害されてるような感じですね。結構試合としてはどうでしょう、ふたきわ側が果敢に攻めに行っているっていう風に見えますが、まあ、そうですね、うん、ちょっと中距離爆弾とかからゆっくり作りたいところを横 B なり、ダッシュガード、あとは下 B ですか ね、とかでちょっとふっかきに行ってる感じですかね。はい、うわー、捕まるシェフ、空中城当たらない、いい上 B で一旦切り返す、空中城当たらずブリザードと一緒に攻めてきたいが、ニートの手を出しません。もう基本的にやっぱこの横 B の後スキとかは、はい、さっきみたいにブリザードを仕込まれてると結構厄介なので、うんうん、まあ、ニートさんとしては爆弾とかでガードを削りながら当たったらラッキーの展開で、はい、ローリスクに展開作りをしたいっていう感じですかね。当たる、ここでどちらかを倒したい、ウェビーに対して空中下、相方はいないですね。本来、はい、まあ、その両方飛ばしたときには相方を殴ることがアイクラ対策と言われている上に、うん、まあ、相方は別編しないのとかもあって、うん、相方の方がパン溜まってることがほとんどなんですけども、はい、なんか珍しく本体の方が、ね、飛ぶことが多いですね。先にね、駆け上がりブリザード当たりたくない、しっかりウェビーを切った無敵でしたね。その後これはどうなる、影響を当たる、確定ですね、倒します、はい、古来からの読み合い、はい、まあ、ちょっと下の方で、氷が割れたこともあって、はい、なおかさらに確定しやすいような状況でありましたね。これさ、はい、挑戦状のなんだろう、トルネードめっちゃ強いよね。いや強いっす、パルテナミを感じるんだよな。だって本来ゼロカーからトルネード食らってもコンボ入んないじゃん。はい、しかも読めてても上から借りづらいっていうのが結構いいところですよね。クエ打たれても反撃ないしっていう、ウェビーを切ったジャンプがないぞ、これはしっかり着地したその後です。いや、トルネードに苦しめられているのは、ここはようやく差し合いが通って着地狩りにはならない。空中上107 108、まあ次クエ2体ともクエ当たったらおそらく撃墜ですね。はい、埋まって、これは根元だが倒しきた、下投げしっかり外変更、上に逃げる、まあ、この状況は結構お互いなんか妥協の展開というか、仕方ないなっていう感じの展開とパーセントですよね。さあ、何が何でも上から帰ってきたアイスクライマーに対して、空中上がどこまで展開持続できるかどうか、何か引っかかれば撃墜されてしまうが、ウェビーでしっかり切り返す、その後クール、おお、よく通しました横 B。 さあ、当たりたくない技はお互いに多くなってきた、横今日強気、強気ガードされていればちょっと怪しかったが、おお危ない、これ明らかに二木屋さんも前のめりに突っかけにいってる証拠ですよね。おお、空中へ最後、今のは横強なのか空中前の暴発だったのかという疑問が生まれますが、ちょっと、まあ、いずれにせよ張り切ったな二木屋の。パーセントリードがうまく仕事をしました。まあその直前の横強当たったり DA 当たったりもそうですけど、
ぱりあれに当たるってことは二木屋さんも結構割り切って前に前に出てる証拠ではあるので、まあまああんだけ試行回数を稼げばどっかで一回相手がミスした時とかに読み合い勝って当たるよねっていうような展開ではありましたね。結構ゲッチアイクラのよくあるどっちかの勝ちパターンは1が見えたんですね。まあそうですね、はい、すごいゲッチアイクラ苦しそうに見えるんだけど火力で勝って、うん、倒しきっちゃったっていうパターン。めくりながらケアしてジャックで暴れます。空中ニュートラルディエンが噛み合う。さあこれはもう繋がる、おー、上4回ブリザードブリザード、上強で対空を取っている。空中後ろで外に出す展開を持続しながら、さあ倒したいがニートの冷静に駆け回ります。うお、結構トルネードにやはり難にしているようには見えますね。結構やっぱり、うん、ガードしても横に逃げられちゃって追えないことが、うん、ゲッチは多いので、はい、あの結構ボム空前投げても、判定で消されながら突っ込んでくることが多いんで、はいはい、結構対象困ってそうですね。無敵に避けているだが倒しきっていない。逆に言うとここに明確な何か答えを出せたらそれだけでかなり展開は変わりそうですよね。はいはいはい、まあ、やっぱり剣持ってるキャラが空中上普通に倒します。トルネードってやっぱり剣持ってるキャラが回転中に殴るっていうのがかなり楽な対策で、そうですね、ゲッチみたいな前向きながら攻撃判定出せない技がキャラが潰すにはなかなか難しい。復帰阻止で倒しきる 9%、まあ、ストック差はないんだがちょっと不穏な試合内容。ニエトのこれですね、この空前が消されてしまうっていうのがちょっと嫌なところですね。良くないですね。ダッシュアタック通した二木屋がダメージ取る。76コーラしてどうなる、まあ、空中じゃ撃墜しないと判断して嫁屋に申し込むと、まあ、おそらく両方当たんないと撃墜しなかったはずのパーセントで、はいはい、まあ、展開的に両方当たらないっていうのを判断して読み合いに移行した感じでしたかね。長年の使い込みが見られるダブルアップ。いやダメージちょっと苦しい DA を深めに来た。これはしっかりと音がめします。ちょっと相方の起き上がりフレームが長くて、ね、うん、思ったより来なかったっていうのがちょっと足も決して速くないっていう、思ったよりしたスマホをホールドする羽目になったっていうのがニエトさんのちょっと今のさあ、うまく判断したが完璧な移動回避でアイスクライマーの7が帰ってくる。さあ助けた形になるかどうか。反対方向に飛んだ。さあどっちを倒すか、うん、上スマッシュ、うん、さあここでダメージをもらわない、送りバントされないことが重要です。スキワとしては 1% でも多く回避を通した植木を、いい判断、空中前しか打てないのをしっかり分かって植木を暴れ置いてますね。おいしいぞ。46送りバントとしてはかなりもう、ね、いいパーセントでありますね。これはダブルマークなんですね。しっかり刺さりました。さあどうでしょう、ここまでブリザード当たるとちょっと話が変わってくるぞ。空中上2回92、これまずいっすね。これはもう地獄のパーセントなんだが、上はまずい、うざいっすね、やばすぎ。ガーキャン切ってきた。ありがとうガーキャンウィビーって感じですね。ですね。さあただしブルトルネードとジャンプがある状態だとやはり着地狩り継続は難しいですね。さあ引っかかれば撃墜の展開。ニュートンどこまで守りきれるか。ウィビーでしっかり取る。空中で浮かせながら7を殴りたい。危ないまあでもまだガーキャンウィスマ撃墜 しないんじゃないかな。しないか、ちょっと怪しい、ちょっと怪しいぐらいか。ほかほか入ってくるともう無理なんじゃないかってくらいですかね。クエネは当たらない。7が住んでるところで避けている。ブリザードは当たりたくない。さあ空前で取られた。空中に取られる。横強分断、これは撃墜。さあさっきと同じ展開だ。倒しきりました。冷静ダッシュしたスマいいですね。このソロクライマーなった瞬間の割り切りというかですね。ここまで一回もスマッシュ見せてこなかったのに。かなり拮抗した展開ですね。はい。まあゲッチを選んでる理由としてはあれですよね。やっぱりセフィロス、シモリヒ勇者って。はい。まあ、キャラが特殊じゃないですか。はい。だからちょっと
まあ、そのディディとかを使ってるニエトロさんからすると特殊なことを要求されてしまう、うん、そうね、横強をガードに振り続けるとか。それに対してゲッチは、まあ、あくまで崩して分断して倒しきる、基本はスマブラ、まあ、いわゆるスマブラをしてるって言われてた昔からのキャラクターとやってることは同じなので、そういう意味でちょっと馴染みやすいっていうのがあってゲッチを選んでる素振りはありそうですね。まあ確かにね、どこまで普段と同じパターンに持ち込めるかっていうのは単キャラ使いのね、そうですね、宿命ではありますから、それがどうしても型にはまんないとなるとっていうところで、ゲッチはそのニエトロさんの選択肢の中では一番普通に戦えると。そうですね、そういつも通りやることできると、はいはい、回避を読んでトルネードで着地を借ります。ブリザード嫌だよ、当たりたくない、ダッシュアタック、強気に来た、めくっている、ダメージが伸びるがしっかりと中断していった。やばい、危ない、危ない切り離しでしたね今のは、ね、ちょっと本体の横スマッシュがちらついてもおかしくない展開でしたが、空中へラインを回復したい、ダッシュアタック、ちょっとずつこの地上の横強 DA とかで崩す展開が増えてきましたね、ニエトロさん側が。であとここまで見てて思ったのが、はい、結構ライン完全に不利な状況で、はい、二木屋さんの空中後ろに対して DA を当ててみたいなライン回復みたいな展開がすごい多いんですけど、はいはい、これ多分二木屋さんが高度調整ちょっと若干ミスってるだけで、はい、ちゃんと合わされたらゲッチが撃墜なので、まあそうですよね、結構その辺が負けもしくは勝ちの要素に直接響いてきそうな気はしますが、どうなんでしょう横強。まあこの上位勢同士の対戦あるあるだと思うんですけど、はい、実は結構危ないことしてるっていう、うん、先手はニエトの、ただし各種技当たれば撃墜。さあ読み合いが始まる、上強が、おお、相方の上スマしっかり、ね、仕込んでますね。まあ読み合いといいっすね、まあほぼほぼ確定みたいなもんですからね、はい、コンボが入る、分断したいぞ分断したいぞ、空中後ろで飛ばせる、かなり理想展開ですねこれは、ね、ニエトンさんとしては。そっち飛んでいいのか、本当に大丈夫か。あー DA で相方さえ飛ばしてしまえば掴まれてもそんなにリターンが出ないし、はい、うん、横火もらってもそんなに、はい、結局リターンは出ないので、そういう意味で相方にさえ当たれば結構地上 DA はいい技なのかもしれないですね。確かに落ちてるぞ相方。さあ崖が始まる、これは、あーなるほどね、こういうの分かってて打つんだ、攻撃上がりをさせつつ横 B で突っ込むような、ね、ちょっと珍しいタクでしたね。空中へ、さああと 2,30% あればというところですが、体重としてはほとんど同じようなもの、うわ、そうですね、相方はそろそろ撃墜、ここで横強ですね。アイクラで見えないところにニエトロが忍び寄って結構我々目線から見るとどっから横行伸びてきたんだっていう風に見えたんですが、しっかりとニエトロの前出し入れてました。妥協のない着信狩りです。結構最近チームやってるとああいう手前撃墜になった時に、まあ、見えない見えないってなること結構あると思うんですけど、はい、対マンでなるのはちょっと珍しいです ね、アイクラだからこそって感じですね。どっちかというとそれ対応したニエトロさんがすごいですよね、うん、二木屋さんは多分慣れてると思うんですけど、ね、確かに後ろ投げ、あっとここも合わせ、これですね先ほどおっしゃってたのは、合わせるの難しそうですね。でもゲッチの DA ってそういう技ですもんね。まあそうですね、かなり姿勢低いね、死体空の血側の技なので、はい、空中前ラインがあった、ギリギリ生きる。さあ 150% は大往生だがまだ帰ってくるぞ。先ほどまでブリザードしてたので、今度は普通に技置きですかね。なるほど、おお刺さるんだ。62か、ちょっときつい、トルネードが刺さった。そうですね、見えた。ちょっと二木屋さんとしてはちょっと嫌なパーセントですよねこれは、はい、おジャンプがない、ジャンプ消えてるぞ。さああえてのシェフ、しっかりと着地狩りに行こう。まあダメージをもらうのはもう仕方ないっていう形でした ね、分断できればでしたが、分断倒したい、上ね、まあ、苦しいぞ、い
いい判断、いい判断ですね。決して崖には捕まらないと。まあもうこの状況は相方が撃墜されることすら嫌なので、なのでまあ崖行くよりは上から行ってなんとかダメージをもらっても相方を、相方どうなる、そうだよね、そうですよね、多分ねダメージ的にはもう200番ぐらい行ってたと思うんだよ。しかも相方デク変してくれませんからね。ですね。横京、最後は華麗な差し返し、最後は差し返し、結構1戦目2戦目はターンの切り替わりがイーブンに続いてたんですけど、はい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 、最終戦はダメージを渡さないような展開がかなり多かったなと感じました。まあ、結構やっぱ差し合いで二木屋さんが勝ってる分、展開1回作った時の展開はニエトロさんが結構リターンを伸ばすっていう感じだったんですけど、はい、途中からやっぱりその空後に DA 刺したりで地上の差し合いからに